はい、こんにちは。文法演習問題10回目です。今回は青学の問題で、いかにも関東らしいなっていうね形式なので、皆さんにぜひね共有したいと思います。ではぜひどうぞ。はい、じゃあ解説しますね。今回どういう部分が関東らしいなって僕が思ったかというと、まあこのね選択肢見てもらったら分かると思いますが、これ明らかに熟語難しいんですよ。単語としては基本的なんですが、実はこういう部分ね、動詞と副詞いろいろ組み合わされて難しい意味が、そしてたくさんの意味があります。ですから、関東やもしくはね受ける大学が熟語がねすごく出る方は、もうどんどん覚えていってください。まあ、熟語帳だけじゃ足りませんから、辞書まで見て、コツコツ押さえていきましょう。ですが、まあ、ただ単に覚えるだけではなくて、今皆さんが持っている知識をどう使っていったら効率よく解けるか、これはねやっぱり共有しておくべきかなと思ったのでいきましょう。じゃあまずは変わらず文構造からいきますね。ここが S で、でざっとから大きな塊が始まり、ここまでが主語となります。で May have been でユニーク、まあこの辺の構造は簡単でしょう。一応最後まで行きましょう。バットが来て、S、V、まあ C と。ということで、今回問われているのは、このザットの中の構造になりますね。じゃあ、もう少し詳しく行きましょう。C が S で、空所 V と。で、アットからが M という風になっていますから、まあとりあえず品詞で言うと動詞が入ることは間違いないと。で今回はこの選択肢の動詞はライとかレイに関わる知識ですね。これ非常に重要なんで確認しましょう。ではこれライ、レ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 イド、レイド、これですね。ライ、レ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 イド、レイド。でこれは、上は自動詞、いるとかある、まあ、存在を表しますよね。まあ、いわゆる横たわるってやつです。で、下は、他動詞で、置く。まあ、横たえるっていうのは簡単に言うと置くことなんですよ。で、まあ、これをしっかり押さえてもらうんですが、実はこの基本的な知識だけで、選択肢をしっかり絞っていくことができるんですよ。じゃあね、これで見ていきましょう。今回は、この空所に動詞を入れないといけませんね。じゃあ、選択肢見て、こいつ、まずどうでしょう。レインというのは、これは過去分詞 PP ですね。これだけでは動詞になれませんから、4番は違います。いいですか？で、残り1番、2番、3番ですが、じゃあ次ね、1番のレイズ。これ明らか、現在で使ってますよね。これ現在で使ってます。ですが、今回は、じゃあこれ実際、現在形を入れるかどうかなんですが、これよく見てください。ね、実は選択肢を見ていて違いをはっきりさせると、何を、ね、見るべきか分かるときはありますが、今回ここね May have been っていう過去に対する推量もしくは完了とか、was ってこれ過去形使ってますよね。ってことはこの彼女の会議の話っていうのは過去のことなんですよ。もうすでに行われたことですから、これ現在形使うっていうのはおかしいですね。はい、じゃあ、残り2番と3番なんです。ここからね、レイ、レイドってありますが、これは一応、現在形もしくは原形もしくは過去形ということで、使うことは一応当てはまるんですが、じゃあねちょっと詳しくいきましょう。レイバック、これもともとライバック、これが基本形だと思ってください。一応ねこのライの部分がレイに変わってもいけるんですけど、一応ライバックっていう自動詞が基本形だと思ってください。はい。ですから、これね、ライバックで自動詞。なんですよ。じゃあ、これが当てはまるかですが、今回はレイなんで、この過去形として使ってるっていうのは、まずは時制には合いますね。これ過去の話ですから、もちろん合います。で、じゃあここに、自動詞として入れてみた場合、まあそれはね最後はこの訳をしといてほしいんですけど、どうなりますかと。ちょっと仮に行きましょう。はい、もしここに S 自動詞 V M となった場合、ここねこのザットっていうのはどんな品詞になるか分かりますか？実は一番強調したいのは今日ここなんですよ。はい、このザットね、
SVM というふうにざっとの中に、ね、普通に文構造を持っている、これをね、まあ、大きく言うと接続詞と言いますね、はい、前に来た単語や文と後ろに来た文章というのをつないでいるように見えるから接続詞だと。ただし接続詞って、まあ、つなぐだけなんではっきりしませんから、詳しく言うとこれは、名詞接になりますよね、この段階では。まあ、いわゆる前にプロポーザルという名詞があって、直後に文構造を持った名詞、これ同格っていう関係になるんですね、はい、だから同格のざっとというか、名詞と名詞が並んだからイコール表現と。ちょっといきましょう。これね、もともとプロポーズっていう単語はざっと説を取りますよね。これ名詞の塊でしょ、動詞に対して名詞で、この単語が文の中でザ・プロポーザルと名詞に変わっても、直後にそのまま名詞の塊を取ることができます。はい、だからこれを同格という形になるんですが、まあ同格の、取れるね、前の名詞って、ファクトとかアイデアみたいな事実となりそうなもの、これが多いです。あとはもともと動詞だったもんね、はい、そもそも動詞だって後ろにこうやって目的語として名詞の塊を取れるもの、はい、これが出ます。ですからその辺ちゃんと押さえておいてほしいかなと思いますね。はい、で、何を言いたいかって言ったら、ここね、これプロポーズ、ちょっとこれ分かってる手でいきますが、提案とかを表す動詞などが来たら、ここって原型使いますよね、まあ、絶対じゃないんですけど、まあ、原型を使う、もしくは主語原型ね。だからこれ名詞の形に変わっても主語原型、はい、原型か主語原型、これ取りますね。だからもし今回このプロポーザルの直後、普通にざっと説でプロポーズに対する、まあ、目的語が来てると思った場合は、これは動詞の原型入れないとダメなんですよ。これ原型ですか、これ過去形ですよね。レイという単語は過去形なのだから、これ実は成立しませんなんですよ、はい、ですから答えは3番でした。この形はレイアウトね、レイドアウトですが、もともとレイアウトです。で、このレイアウトは、他動詞で使ってますね。レイでしょこれね、はい、もともとレイアウトって他動詞が過去形になったからレイドアウトね。じゃあ実はこれ構造が変わります。ここね、はい、C が来て、ここに他動詞のレイドアウトが来て、目的語がありませんよね。はい、目的語どこ行ったのってなったら、こいつ実はこのザットはね、同格ではなくてウィッチ、関係代名詞なんですね。これちょっと英語慣れてきた人はザ・プロポーザル・ザットって見た瞬間にもう同格だと、後ろの文章がどうこうだって考えますが、絶対ではありません。確かにそういうことは多いです、はい、ですが、まあ、今回は彼女がこの、ミーティングでレイアウト、まあ、ちなみに詳しくね説明する、設計図とかレイアウトっていうでしょ、だからこういうとこに例えば家具があってとかみたいな詳しい説明をしますね。彼女が会議で詳しく説明した提案、つまりこれ単に目的語が前に行っただけなんですよ。ですからここ勘違いしないでくださいね、はい、これで実は構造と訳が通ります。実はこの問題ね、少しできる人からしたら、彼女が会議でした提案って先に訳から考えていったんですが、まあまあそれはそれで大事なことでしょう、はい、で知識もつけておくべきなんですが、一応ねこういうふうに文法解析をしていくと、まあ文法のねこれは良くてこれはダメだって力がつくから、まあ、一応詳しく言いました。では最後訳を通しましょうか。彼女が会議で詳しく説明した提案は独特なものだったかもしれない、だがそれは明らかに非現実的だったということです。はい、まあ、このように文法の授業をしましたが、ね、熟語っぽいことも出てきました、まあ、知識をつけるだけではなくて、こうやって少し視点を変えてね、今ある力でどうクリアしていくか、まあ、今後過去問をしていくときには自分なりのルールっていうのはある程度確立していくと思いますから、まあ、それをね、しっかりねやっていってほしいと思いますから、頑張ってください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。